チンチンの皮が切れて痛いんですけどどうすればない、いやそのくっつけたら攻めたいんとかで、こうなんかチンチンの皮が切れるってお前特殊なオナニーしたやろ、俺わかるよ特殊なオナニーしたね、何したお前チンチンの皮切れるって絶対にオナニーやん、チンゲ剃ってたけ、え怖っ、チンゲ、えチンゲでもさよっぽどなことがないと剃って切れんくない、うわチャックに判断、その誤字あってよかったわ、お前がそれ正式な文章で送られていっとったら俺もう配信落としとったかもしれん、痛そうすぎて、よかったありがとう誤字、ナイス誤字、特殊なオナってそのオナっていうのやめて、俺さっきも言ったけどそのオナニーのことオナっていうのやめろよ、配信やったら生き生きしだすからわかる、どういう層が見とうかがよくわかる、ゴスンクギオナニーとか、うわマジやばお前ブロックするよそんなこと言ったらガチエグい、チンゲソって刀武士いたわ、そら刀でチンゲソったら皮ぐらい切れるわ、よかったね皮で済んで、竿落とさんでよかったよお前危ねえよ、皮をなしまくったらチンコに皮をなってどうやってんの、俺セルフペラできるぞ、成仏してくれよお前成仏してくれ、おなみけどセックスしたらズルズル抜け、うわせマジ痛そう、あやだな、そんなへや普通に脱毛いってるわ、チェックで挟んだ時いつかせ、ああでも皮挟む方が痛そう、本体って挟まないだ多分、使われるものはそう、ゴエモン大喜利やめて、お前ら俺より面白いけん、そう俺より面白いこと言うのやめて、コメント欄で俺より面白いこと言うの絶対にやめて、やめてそれ、けがわかるわかる、なんかてか、まあ、チンゲの意味があんまりよくわからんくない、チャックいやマジで痛そうっす、女の子まあそれはさこっち側からの好みであって俺たちが毛ある意味はなくない、俺たちが毛あってよかったなって思うことある、それは別に女側に求めることやん俺らが、でも別に俺らは俺らがチンゲ生えとろうが生えてなかろうがどうでもよくない、別になくせばいいやん、いけよいけよね、ないやろ、脱毛いけって、多分ない方がいいぞ。